セリアのアイパレットクランベリーチョコレート。これをメインに使ってメイクしてみるよ。最近買ったピュアグラムのルースパウダー、蓋に取り出してブラシで使うよ。ダイソーのブラシ300円。まずは一番濃い色で眉を描いてみます。薄眉が好きなのでこの色ぴったり。次はマットな薄い色をアイホールに。そしたら適当に目尻に塗っていくよ。とりあえず目尻が濃くなれば OK な精神。後ろに父が寝ているよ。ハンガーもあってクソダサい。一番濃い色を重ねていくよ。赤茶色かな。赤系が好き。下まぶたまで赤くするぞ。目の下を赤黒くすることで地雷メイクっぽくなるよ。両目ともやっていく。後でもっと赤くするよ。同じく濃い色で涙袋を描くよ。少し下向きに広げるのが好き。あとは仕上げしていくよ。ダイソーのキューブ、この色を使うよ。目尻を上下ともさらに赤くします。特に目尻は尖らせて目を開けても見えるくらい。チャイナ好きなのでそんな感じも目指してます。まあ重ねれば重ねるだけ濃くなるよね。でも写真とか動画とか撮るなら濃いめが良いかも。ユアグラムのグリッタージェル、紫が良かったのでピンクも買ってみた。塗りすぎました。下まぶたはちょんって感じでいいかも。上はアイホールの真ん中に置いてみるよ。縦に長くつけると目を開いた時も見えて可愛い。このグリッターかなりキラキラですごく可愛いです。やりすぎた分は少し修正します。まつげを上げていくよ。これは福袋に入ってた中国のコスメです。実際にはこんな感じで手元鏡を見ながらしてます。目が悪くて女優ミラー見えない。この便利な鏡はシーンで売ってるよ。アイラインはシーグラムのこいつで描くよ。シーンで買ったブラシ3点セット。先がブレードになっててライン引きやすい。最近はセリアでもこういう形のブラシを見かけたよ。焦げ茶色だけどブラックも欲しい。目尻にだけ引いてます。目尻からそのまま延長で下へ下げるよ。これは垂れ目にしたいからです。好きな形で引いてみてね。下まつげはセリアのライナーを使うよ。ボトル入りタイプが発色良くて好き。色は黒もあるけど少し自然にしたいので焦げ茶。涙袋と同じく少し下向きに引いていくよ。これで垂れ目を強調。発色良いのでスルスル描けるよ。その分落ちやすいけど落としやすいと思えば OK です。下は逆まつげなので抜いていて自末ありません。自末ある人はマスカラで強調するのも良いよ。ない人はこんな風に描いて補おう。もう一度ビューラーで目力アップ。まつげを束にしたい人はピンセットなどでつまもう。液をたっぷりつけるとやりやすいよ。涙袋が物足りないのでアイブロウですが、これを使います。ダイソーの薄い色です。個人的に涙袋はぼかしたいのでペンシルタイプやアイシャドウを使います。目尻側を濃くする気持ちです。こういうがっつりめのメイクではやりすぎということはないので好きなだけ盛りましょう。シェーディングもダイソーの使います。ブラシもダイソーで買ったよ。確かクールタイプのシェーディング、色違いでウォームタイプもあった気がする。眉間から入れずに少し鼻の中間くらいに塗るよ。鼻先もサイドに少し塗るよ。なんかその塗り方がいいらしいです。ハイライトもダイソーだよ。これキラキラしすぎず自然でめっちゃいい。鼻筋と鼻先にちょんちょん、目の下や唇の上などを光らせていくよ。あとやり忘れたけど目の内側も光らせると良き。こういう眉の下とかも陰影つけるといいらしい。唇の上を光らせるとすごく目立ちます。じゃあ髪をしていきます。逆まつげで眼球に傷があるので裸眼です。キョンドゥの500円アイロン、片方を仮結びしてから片方を良い位置で結ぶよ。アイロンが厚くなったので先に前髪とサイドを伸ばします。前髪はパッツンだけど3分割してアイロンした方がいいらしいです。面倒なので一気にやってます。でもサイド寄りの部分は
少し横向きに。短いピンで留めとく。帽子をかぶれるよう片方は下の方で結びます。まずは右からシミヨンにします。三つ編みにして巻き付けピンで固定するだけ。アメリカピンは体操で手軽に買えます。いい感じにできたら OK。 ゴム端出てるけどいいよ。片側はただの三つ編み。輪っかにしてイカリングにしてもいいし、今日は面倒なのでそのままです。前髪が長いので切りました。セリアのリップショコラフィグ。暗めのリップスティックが欲しかったので即買い。陣中に少し塗るのが好きです。なじませてティッシュオフして完了。黒さを足したいのでトライアルの100円のコーナーで買ったアイシャドウをしたまぶたに塗ります。ちなみにブラシセットはシーインで買ったよ。でもたくさん入ってるやつよりブレード3本の方が使える。上から黒のパウダーを塗り出します。やっぱり闇感が欲しいよね。ついでに目柱に白のラインも入れました。平成感が出るよ。もっと垂れ目にしてもよかったかも。また新しいコスメが出たら試してみます。最後までご視聴ありがとうございました。